トレインはアメリカカリフォルニア州サンフランシスコ出身の3人組のロックバンドである。1994年活動開始。2002年第44回グラミー賞でドロップス・オブ・ジュピターがグラミー賞受賞。その他、コーリング・オール・エンジェルスが2004年にノミネート。バンドのデビュー作であるファーストアルバムトレインで成功を収め、続いてセカンドアルバム ドロップス・オブ・ジュピターもカナダとアメリカ合衆国でダブルプラチナ認定を獲得した。続いてリリースされたサードアルバムマイ・プライベート・ネーションでもコーリング・オール・エンジェルスが米国でプラチナ認定を獲得し成功を収め続けた。ホッチキスとコリンの脱退後ホースアルバムフォーメ・イッツ・ユーをリリースした。しかし評判とは裏腹に商業的には失敗となり、 その後およそ3年間活動休止となった。2009年後半に再結成を果たし、同時にフィフスアルバム、セーブ目、サンフランシスコをリリース。中でもヘイ、ソウルシスター、イフイッツ・ラブ、マリー・メの3曲は世界的にもヒットし、ビルボード102上位にランクインした。また2008年より、ゼリー・ベッカーとヘクター・マルドなどがバックバンドとして共に活動をしている。 ありがとうございます。